どうもショッピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。持ってるものは少ないんですけども、その一つ一つの持っているものが便利なアイテムだったり、自分がワクワクするもので囲まれたいなと思って日々ネットでリサーチをしております。で、今ですね、このカバン、これはですね、今これ使っているカバンなんですけども、めちゃくちゃ便利で機能面も良くて頑丈で、そしてコスパもいいということで、すごい気に入ってました。このバックパックに関する動画はちょっとこっちにリンク貼っておきますので、ぜひチェックしてもらいたいんですけども、そう、これがすごい気に入ってまして、もう1年ぐらい使っていました。身なりでも自分のセルフイメージが変わるっていうのをちょっと勉強しまして、で、まあ、それ実践していったら本当に自分も身なり一つでその自分の気持ちが変わるなっていうのを体験しました。で、最近その自分の身なり、身だしなみっていうところをこうチェックし始めている、ブラッシュアップしているところなんですけども、そしたらですね、このカバンがなんかやけに気になり始めてきました。まあ今こうやって着てみて、まあ、こんな感じなんです。まあ別に普通じゃんって思っていただけたらありがたいんですけど、なんかこう大学生がこう通学する時のような格好に見えてしまって、僕の場合は。で、僕も普段こう雑誌を見てるんですけど、あ、こういう風な格好をしたいなって思うものが大体こういう感じなんです。そう。で、こういう人たちってこのカバン持ってないなと思いまして。そう、じゃあこういう、あ、なんか爽やかなビジネスマンみたいな人たちが持っているものなんだろうっていうふうにいろいろ調べながら、そう、このカバンブラッシュアップしたいなーなんていうふうに最近ずーっとですね、思ってました。で、ライブ配信でも言ったりとか、この動画でも言ったりとかしていました。で、そうしながらですね、だいたい2ヶ月3ヶ月ぐらいかかりました。で、ようやくですね、その自分がこれだって思うものがありましたので、それをちょっと今回シェアさせていただこうと思います。そもそも僕がカバンに求める条件として、1つ目にコンパクトであること、2つ目にビジネスシーンでも私生活でも使えること、マッチすること、3つ目に収納しやすいことっていうのがあるんです。カメラだったりスマホだったり財布っていうのが入れる時に、やっぱそのごちゃごちゃ移動してる時にごちゃごちゃしちゃうのも嫌なので、なのでちゃんとパソコンはパソコン、スマホはスマホで、ちゃんとこう定位置を決めていきたいっていうのがあるんです。なので、そういうのがあります。なので整理整頓ができて、ちっちゃくて、でビジネスシーンでも私生活でも使える、そんなですねバックパックを僕は探していました。そしたらこれが出てきてくれたという感じですね。僕の用途には合ってるんだと思いました。で、これ何かっていうとですね、エイスさんから出ている、ガジェタブルシリーズ、ガジェタブルシリーズっていうのがあって、その中に551とか552とかって数字があるんですけども、これはちょっとどのラインナップかちょっと忘れてしまったので、調べてここに貼っておきます。はい。で、あとはその概要欄にリンクも貼っておきますので、この何でしょう、ガジェタブルバッグの特徴について詳しく知りたい方はぜひ概要欄チェックしてみてください。僕が説明するよりも詳しくチェックできると思いますんで、はい。で、僕がこれいいなと思ったものが、まあ、先ほどの条件に当てはまるっていうことなんですけども、まずこの MacBook の13インチですね、パソコン13インチがこうやってもうほぼぴったりなんです。すごい絶妙な大きさなんですよ。なのでちっちゃいです、これ。すごいちっちゃいです。で、あとここのサイズがちっちゃいだけじゃなくて、この横を見た時もこんな感じなんです。ちょっと画面じゃ伝わりにくいですけども、とにかくやっぱ薄いんです。で、しかもちゃんとこう立ってくれるっていう、このスマートさは僕はすごくいいなと思いました。で、最後に決め手となるのが、やっぱその前のカバンにはなかったビジネスシーンでも使えるっていうやつですね。で、今回のやつはもうちゃんとこうビジネスシーンでも使えそうな上質な見た目なので、スーツの上だったりジャケットの上からこうやって背負ったとしても似合ってくれるなというふうに。で、あとその私服で着たとしても違和感なく背負えると思うので、なのでこれはいいなと思いました。詳しいことはメーカーさんのホームページを見てくれたら分かるんですけども、僕のやり方ですね、はですね、まずここのここがまずこんな感じで、こっちとこっちの背中側はこうなってます、分かれてます。なので僕の場合は、こうやってまずパソコンを入れます。で、そうするとここでこうなんかバンドピッて貼れるので、これでしっかり固定をしてくれます。で、あとこっち側にノートなんかも入れたらいいなみたいな感じですね。で、あとこの一番上のところにこの鍵だったりスマホっていうのをこうやって入れてます。で、ここですね、もう一つ
こうやってパカって前開きするところがあるんですけども、ここに、普段のこうなんでしょう、僕ちょっと体臭がきついのでそれを少しでも緩和できたらいいなと思って、このスプレーをちょっとここに入れてます。はい、であとこっちのスペースはもうカメラですね、今撮影しているカメラをこうズボって中に入れると。であとこっちにも収納がありますんで、ここにノートだったり iPad だったりっていうのを入れればいいんじゃないかなという感じです。僕は今のところここのスペースは使ってないです。であとはこっちの横にもスペースがあります。でここに本来であればペットボトルだったり入れられるんですけども、僕の場合はここに財布を入れています。はい、現金ですね。あれショッピーさん現金持ち歩いてるんですか、キャッシュレスしてないんですかっていう疑問がちょっと飛んでくると思うんですけども、まだまだその現金使わなければいけないシーンというのもありますので、そのために財布は一応持ち歩いてます。でその財布を、ここにここのサイドですね、ここのサイドポケットにこう入れています。普段あんまり使わないんで。でそうするとですね、よくこれ、はい、ここに見えますか、ここに財布が来てるんです。はい、これが財布なんです。ここに財布が来ています。あとはこの前の部分を開けて、そこにこのどんな時も Wi-Fi さんをこう入れると、はい、いう感じで、僕はもうこれで OK ですね。はい、そうで実際にもうこれしょって1回外に出てきましたので、その様子をお届けしみようと思います。しょった感じとか分かりやすいんじゃないかなと思いますので、はい、どうぞ。こういう感じですごいコンパクトにまとまってていいんですよ。iPhone11、 ほえ、こんな感じになってるんですね。かっこいいです。でもまあ必要じゃないので買わないですけど。はい、ということで今外に出てきたんですけども、早速これを背負っています。この薄さとコンパクトさですね、こんな感じの、はい、なんかビジネスシーンでも使えるしプライベートでも絶妙にマッチしてくれるというカバンだと思います。まあこれも好みだと思いますんで、僕はこれがすごくいいと思った感じなんで、まあ、ぜひお気になる方がいたらチェックしてみてください。はい、じゃあ今から中野にあるこちらに行きたいと思います。よし、食べましょう。なんか500円ワンコインで食べられそうです。って感じで使ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。あんまり画像で伝わりにくかったと思うんですけども、めちゃくちゃコンパクトです。はい、そしてやっぱりこうビジネスシーンでも使えるカバンだけあってスマートですね。上質なので持っていてワクワクもするということで、これは本当に買ってよかったと思います。で、これいくらしたのかっていうと、17,800円プラス税だったので 18,230円とか60円ぐらいでゲットすることができました。同じようなもので似たようなやつでないのかなっていうふうにいろいろネットで探してみました。でそしたらあるっちゃあるんですけども、値段が38,000円だったり5万円だったりしていまして、もうこれが一番その値段も安かったということで、僕の用途だったりその値段予算にもぴったり合っていたのでこれをゲットしてみました。はい、という感じですね。なのでこれはもう自分の中でやった見つかったみたいな感じでめちゃくちゃ嬉しいです。でこれは大切に使っていこうと思います。これからはこのカバンを背負って毎日いろんなところに行きたいと思います。でお役目ごめんになったこっちは断捨離プレゼントってやりたいんですけども、ちょっとこれは別の用途がありますので、ちょっとプレゼントはできないです。はい、
具体的にこういった非常用のグッズを入れるためのカバンにしていこうと思ってます。なのでこれこうやってよいしょ、あとはこうやってよいしょっと、はい、ということで入りました。まあ、これはこれで大容量なんでいいですよね。非常用バックパックとして最適ですねこれは。はい、なのでなんかこれはじゃあこれから非常用のやつとして、使っていきたいと思います。はい、ということで今回はバックパックをブラッシュアップしたいなって思っていたら素晴らしい自分の用途にバッチリなバックパックを引き寄せることができましたのでこのカバンをシェアしてみました。はい、いかがだったでしょうか。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。365日もうほぼ毎日これ使っていました。そうなのでもう結構テロテロなんですけども、そうなのでこれもほぼ毎日欠かさず使っていくと思いますので、そう本当にお役目ありがとうございましたみたいな、まあなんか次のお役目よろしくお願いしますって感じです。はい。